このチャンネルをご覧いただいている皆さんは、それぞれライカという名前に何か特別なものを感じて来られていることと思います。では、ライカは他のカメラメーカーとは一体何が違うのでしょうか。ここに M5 と M7 という2台のライカがあります。これらはいずれも発売当初、ライカらしくないとして物議を醸したモデルでもあります。しかし、今こうしてみると、それぞれの製品の完成度はライカという名に恥じないものに思いますね。そこで今回はライカらしさとは何かということについて、逆に M 型ライカのラインナップでも異端とされる M5 と M7 という2機種の存在から紐解いてみたいと思います。前回に引き続いて能書きが多めな内容ですが、ご興味のある方はお付き合いください。まず M5 が登場した時代背景をおさらいしておきましょう。 M5 が発売されたのは1971年。当時はまだライツ一族が経営を担っており、社名も現在のライカカメラ社ではなくエルンストライツ社を名乗っていた時代です。 M5 は M シリーズとして初めて露出系をボディに内蔵したのはもちろん、それまでのユーザーの意見から使い勝手の悪かった部分に徹底的な改良を加え、新時代のフラグシップレンジファインダー機としてエルンストライツ社渾身の新型モデルとなるはずでした。ところがです、 M5 は一向に売れず、エルンストライツ社の経営は急激に悪化してしまいます。 M5 がユーザーに受け入れられなかった理由は何だったのでしょうか。画面を見ていただくとそれがわかります。 M4 まで続いた M 型ライカの外観から大きく変わってしまったからです。せっかく改良が加えられた操作性についても、ユーザーからはむしろ変えたことを悪く捉えられてしまったようです。でもそれだけが本当の理由でしょうか。新製品の外観が変わるというのはライカに限らず別に珍しくはありません。M5 は確かに従来より大柄にはなりましたが、不格好というわけでもありませんし、実際手に取ってみれば従来機種よりも使い勝手が良くなっていることはすぐにわかるはずでしょう。M5 が登場する少し前の時代に遡ってみましょう。1950年代後半から1960年代にかけて、ライカが M3 や M2 でレンジファインダーカメラの頂点に君臨していた頃、日本のカメラメーカー各社から一眼レフカメラが発売されます。実際、日本のカメラメーカーは M3 が発売されたのを見て、その完成度の高さから追従することを諦め、一眼レフカメラ主体の開発に切り替えたという話は有名ですね。一方で M5 も時代に合わせて露出系を搭載するだけなら、従来の M 型から外観を大きく変更する必要はなかったはずです。実際、当時は普及型のコンパクトカメラにも露出系搭載のものが多数存在していたので、技術的にも問題はなかったでしょう。M5 のボディが大柄になったのは、フラグシップ機として将来的にワインダーや自動露出に対応することなどを想定し、ボディ内に余裕を持たせた結果、そうなったという可能性が考えられます。1960年代も後半になると、日本製一眼レフカメラの台頭は顕著になり、M5 もそれらへの対抗を意識して、そうせざるを得なくなっていたのでしょう。しかし、ライカには当時すでに一眼レフのシリーズの SL があったわけですから、日本メーカーへの対抗は本来ならそちらで行えばよかったはずです。すなわち M5 にいろいろなものを積み込もうとしたのはエルンストライツ社の焦りであったと考えることもできます。ライカのユーザーはこうした M5 から感じ取られた焦りを不必要な変化と捉えたのかもしれません。さて、一方の M7 ですが、発売されたのは2002年。
M5 から30年後の話になります。当時は高級ブランドのエルメスがライカに資本参加していたと言われる時代です。ちなみに随分前に社名もエルンストライツ社からライカカメラ社に変わっています。 M7 の特徴は M 型初の完全電子制御 AE 機ということです。しかし電子制御 AE 自体は日本製一眼レフカメラでは1970年代から登場しているので、 M7 発売のニュースを聞いたユーザーにとっても今更感は拭えないものでした。また中身が完全に一新されているにもかかわらず、外観については前のモデルの M6TTL ほぼそのまま。これはかつての M5 の時のトラウマを引きずっていたのでしょうか。ライカ唯一の AE 搭載 M 型フィルム機という見方をすれば完成度は高く、また実際に使用してみれば使い勝手も間違いなく良好です。ただ当時の日本製のカメラは急速にデジタルへの移行が進んでいた時代でもあり、新型といえどもフィルム機のレンジファインダー機が売れる状況ではありませんでした。 M7 はすでに販売が終了していますが、むしろ数が少ないためにここ 1,2 年で中古価格が高騰していて、当時の新品よりも高い値段がついています。当時のライカのラインナップの主力はレンジファインダーの M 型とライカの一眼レフ機 SL の後継にあたる R 型でした。 M 型については M6 が1984年に発売されて以降、その改良版である M6TTL の販売が M7 の直前まで続いています。実に M6 の名前で18年間も販売が継続されていたということになりますね。当時はエルメスの資本が入っていたせいでしょうか、ライカは富裕層向けの舶来用品的な打ち出し方をされていて、日本では百貨店の高級時計売り場の隣にライカブティックが出店されるような状況でした。こうした状況を見た従来からのライカファンの多くは、このまま M 型の新型は出ないで終わってしまうと感じていたと思います。そうした状況の中、新型として M7 が出ると聞いたときに、デジタル機の登場を予想した人もいらっしゃったのではないでしょうか。私の場合は、それが電子制御 AE のフィルム機だと聞いたときに、少しばかりの安堵感と一緒に大きながっかり感が湧くという微妙な心境だったことを覚えています。M7 の場合は、M5 の時と反対に、変化すべき時にそれを躊躇したメーカーの姿勢に期待を裏切られた感があったのかもしれません。このようにしてみると M5 と M7 の時代はいずれもライカというメーカーが迷走していた時期でもあったことがわかりますね。繰り返し言いますが、私は M5 と M7 はいずれもライカの名前に恥じない完成度を誇っていると確信しています。むしろ批判となった対象は製品ではなく、その時期メーカーとしての姿勢に迷いが感じられたことにあるのではないでしょうか。ライカは日本のカメラメーカーと比べればはるかに規模の小さい企業です。迷走を繰り返せば普通であればすぐに潰れてしまうでしょう。しかしそれでも度重なる経営危機を乗り越えながら未だ存在し続けていられるのは不思議ですね。いかがだったでしょうか。一つはっきりしていることは、ライカには常にその歴史と写真文化への貢献にリスペクトを持ち続けるユーザーがいるということです。幸いなことにライカはバルナックの時代からユーザーを大切にし、その声を聞くという姿勢には変わることがありません。ライバルである日本のカメラメーカーの開発陣の中にも今もライカのファンが多くいると聞いています。
ライカという名前は、そうした長年にわたる熱心なユーザーとの関係性の中で成立し続けているブランドだと考えることができるでしょう。もし単なる高級ブランド、持つことのステータスにのみ依存するものであったとしたなら、とっくの昔になくなっていたことでしょう。今後もライカにはユーザーと一体となったブランド価値を維持し続けてほしいものです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。